2月26日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。戦況図の説明が終わった後にトピックスをお伝えします。それでは各地域別の戦況です。オスキル川クピャンスク方面、ロシア軍は25日マシュキフカに対して攻撃を行った模様ですが、ウクライナ軍の発表によればこの攻撃はウクライナ軍により撃退されています。最近ロシア軍の攻勢が控えめになっていましたが、数日ぶりの攻撃でした。オスキル川ボロバ方面、ロシア軍は25日もステルマキフカに攻撃を行っていますが、ウクライナ軍により撃退されています。ウクライナ軍はスバトボの西にあるジャレルネ付近のロシア軍を砲撃している様子をビデオで撮影して公開しており、地上戦は限定的ですが、砲撃戦はこの地域一帯で続いています。クレミンナ方面、ロシア軍はネフスクの方向にあるウクライナ軍陣地に攻撃を行っていますが、ウクライナ軍守備隊はこの攻撃を撃破しており、ロシア軍は撤退しています。ウクライナ軍はクレミンナの南で大規模なロシア軍の攻撃を撃退しました。ロシア軍はクレミンナの南からセレブリャンスキーの森方向に攻勢を仕掛けましたが、ウクライナ軍は空爆、砲撃、さらにはミサイル攻撃まで行い、この部隊を徹底的に叩きました。ロシア軍は大きな損害を受け撤退しましたが、戦場には70名を超えるロシア兵の遺体が遺棄されていました。戦死者だけで70名ということは、負傷者は倍程度いると思われますので、一個中隊が壊滅したと思われます。ロシア軍は24日も一個中隊分以上の装甲車両をクレミンナの西側で失って撤退しており、大体規模の攻撃は仕掛けてきているようですが、ウクライナ軍にことごとく阻止されて大きな損害を出しています。単純な正面攻撃しかできないようなので、ウクライナ軍が設置したキルゾーンにまんまと誘導されているようです。東部リシチャンスク方面、ビロホリフカに対してロシア軍は25日も攻撃を行っていますが、ウクライナ軍の陣地を突破することはできず、大きな損害を出して撤退しています。ウクライナ軍はビロホリフカ付近では陣地にこもってロシア軍を削ることに専念しているようです。ロシア軍の損害は大きいようです。25日はベルヒノカミアンスク、スピルネなどのシベルスク東側での攻勢をロシア軍は行いませんでした。また同じくシベルスクの南側でも攻勢を行わず、フェドリフカ、ロズドリフカ方向への攻撃は報告されませんでした。東部バクムット、アルチェモスク方面、24日に大きな損害を出したザリジネンスク方向のロシア軍は、25日は損害が大きく攻撃を行わなかった模様です。ロシア軍はドボボバシュリフカとピドホロネの間で高速道路 M03 号線を遮断することに成功しましたが、24日から始まったウクライナ軍の反撃に攻勢は止まっています。ロシア軍はウクライナ軍の反撃により高速道路の南側で大きな損害を受け続けており、
主勢になっています。ロシア軍はこの付近で、Mi-24 戦闘ヘリ1機、UAV を複数、撃墜されています。ドボボバシュリフカでは戦闘が続いており、ワグナーの部隊に先導された正規軍の歩兵部隊が攻撃を続けている模様ですが、あまり前進できていません。ベルキウカはロシア軍に占領されており、ロシア軍はさらに南西方向に地方道を進もうとしたところで、ウクライナ軍の反撃を受けて前進は阻まれています。ベルキウカに最初に入ったのもワグナーの部隊です。正規軍との不仲が伝えられていますが、バクムット方面ではかなり活躍しており、ワグナーの部隊がほとんどの戦果を上げています。ヤヒドネへの攻撃と並行して、バクムット市街の北側を南下したロシア軍部隊は、ヤヒドネのすぐ東側にある市街の中のスタプキー駅とその周辺を占領することに成功しています。このエリアを占領したのもワグナーの部隊です。ワグナー部隊はその後、この付近で防衛線を作ってウクライナ軍の反撃を防いでいます。バクムットの東側、南東の住宅街ではウクライナ軍の反撃の後、ロシア軍も再び攻勢に出ており、数ブロックが再び占領されています。かなり激しい市街戦となっており、この付近だけで1日に30回以上の戦闘が発生している模様です。南側の墓地付近でも激しい戦闘は続いており、南東の住宅街同様にウクライナ軍の反撃も激しく、領土の奪い合いが続いています。バクムットの北、東、南ではウクライナ軍の反撃も激しく、双方とも大きな損害を出しているものと思われます。ロシア軍は攻撃でも防戦でも大きな損害を出しているので、ウクライナ軍の倍以上の損害を出しているものと思われます。ロシア軍はバクムットの南西、イワニフスク方向にも兵力を増強して激しく攻撃してきており、バクムットとイワニフスクの間を T-0504 号線に向かって北上しているロシア軍部隊は今までで最大の激しい攻撃を行っており、ウクライナ軍と死闘を繰り広げています。ロシア軍は北で大きく前進できたことから、南西方向からさらにバクムットの西側を圧迫しようとしており、今後この方面はさらに部隊を増強して攻めてくる可能性が高いです。ここが抜かれたらバクムットのウクライナ軍最後の補給線まであまり距離がないのでウクライナ軍は撤退に踏み切る可能性もあります。ロシア軍はマヨルスク近くのピブニクネに対して久しぶりに攻撃を仕掛けてきていますが、ウクライナ軍に撃退されています。今回の攻撃は威力偵察の可能性が高いです。東部ドネツク市方面北側。ロシア軍はアウディーユカ要塞の南西側で作戦を継続し、プレボマイスク、並びにネベルスクに対して攻撃を行っています。しかし、これらの攻撃はすべてウクライナ軍により撃退されており、何の戦果もありませんでした。東部ドネツク市方面南側。マリンカでは25日も、包囲しようという試みがロシア軍によって行われていますが、ウクライナ軍の守備は固く、25日もロシア軍は包囲することも中心部を奪取することもできず撤退しています。ボハレダラではロシア海軍の第155海軍歩兵旅団が
ボハレダラ周辺に対する偵察行動を再開しています。しかし、市街地の南側にある広範なウクライナ軍の施設した地雷原で、またもや苦戦を強いられており、多くの損害を出しています。ロシア部隊の士気は最悪で、第155海軍歩兵旅団も一部の兵士が命令不服従という抗命事件を起こしていました。ロシア軍は地雷原にはまったところを対戦車ミサイルと砲撃で攻撃され、大きな損害を出しています。毎回毎回同じような地雷原にはまるとは、一体どういう偵察活動をしているのでしょうか。海軍歩兵とはいえ、かなり練度が落ちていそうです。南部ザボリージャ方面、南部ヘルソン州方面。この方面で戦況図に変化はありません。次に注目したい事柄です。昨日の動画でもお伝えしましたが、CNN の中国がロシアに軍事装備や弾薬を提供する方向で検討しているとの報道を受けて、西側メディアがこぞってこのニュースを報道しています。その日以来、西側諸国による声明が始まり、ウクライナへの軍事援助、特に攻撃に必要な軍事装備、およびこれまで行われていなかった最新兵器や航空機などの重装備を増やす用意もあることを表明しています。中国の軍事援助がどれほどのものか、ロシアがそれをどれだけ効果的に吸収して使用するか、またはロシアの支援に直面して、西側が中国にどのような抵抗を提供するかは、現時点では不明ですが、欧米での中国に対する風当たりは非常に強くなってきており、厳しい制裁がある可能性もあります。そのような状況で、ウクライナの最終的な勝利を達成するには、今より多くの速度、規模で強力な援助が必要です。日本などでは、中国が西側の経済制裁を恐れて、あえてロシアを助けようとしないと信じている人もいますが、中国はそんなにビビっていないし、おそらく欧米をなめきっているので、利益になるのであれば、取引を行う可能性は高いです。イランも北朝鮮も、11月から戦車砲弾、榴弾砲弾、ロケット砲弾などをロシアに輸出していることが判明しており、これで中国がロシアに武器弾薬を送れば、悪の枢軸がすべて揃うことになります。近藤なんかは、この際まとめて始末してしまえばよい、と思ったりするのですが、そう簡単な話ではないので、軽々に、このような話を、煽ってはいけないと自重しています。しかし独裁政治が、人類にもたらしてきた悪影響は、誰もが知るところであり、それを今まで黙認して、独裁国家に、経済的な利益を与え続けるという、愚行を犯し続けたことは、反省すべきでしょう。それは、欧米だけでなく、日本もです。中国がロシアに、すぐに提供できるのは、152mm や 122mm などの、旧ソ連時代の規格そのままの砲弾類と、歩兵用の装備、それに中国が独自開発した UAV などだと思われます。旧ソ連製のコピー製品などで、使えそうな装甲車や戦車も、提供される可能性はありますが、コピー製とはいえ、中国製はかなり粗雑ですので、ロシアも受けないかもしれません。なんせ中国軍は、もともとは国内専用の軍隊ですので、外国の正規軍と戦うレベルの兵器を必要としていなかったので、品質が全般に低いです。朝鮮戦争における国連軍との戦闘、ベトナムでのベトナム正規軍との戦闘を見る限り、相手が正規軍の場合、中共軍は全く歯が立ちません。大国と言われる国の中では最弱で、数でしか圧倒できません。これはおそらく数百年前、千年前から変わらないと思います。
数だけの軍隊です。それは虚勢を張っている今もあまり変わりないと思いますので、兵器の質はそれなりだと思います。開戦初日、もしロシア人がホストメルの飛行場を占拠することに成功していたら、キーウは占領されていただろう。ブダノフ、ウクライナ国防省の防衛情報部長の発言です。ロシアの空挺軍は、ソ連時代から空港への空挺奇襲によるダッシュを想定して訓練しており、輸送機を強行着陸させて、空挺戦車、歩兵戦闘車などの軽装甲車両をも、占領初期にダッシュした空港に送り込むことが可能な部隊です。ヘリボーン作戦で滑走路を特殊部隊が完全に確保できていたら、輸送機による強行着陸で装甲車両が空輸されていたことでしょう。滑走路が完全に使えるようになる前に、ウクライナ軍は機械化歩兵部隊で軽歩兵装備のロシア軍空挺特殊部隊を相当できたことと、後続の空挺兵を乗せた輸送機を撃墜することに成功したことがウクライナ軍の勝因でした。最初のロシア軍空挺兵を相当したのはウクライナ軍国家警備隊の機械化部隊であり、この部隊も装輪式の軽装甲部隊ですので、ロシア軍の輸送機が強行着陸して軽装甲車両を下ろすことに成功していれば、ウクライナ軍は苦戦したでしょう。しかしロシア軍は十分に航空優勢や制空権を確保せずにこの作戦に挑んでおり、その時点で成功する可能性のないずさんな作戦だったと言わざるを得ないでしょう。後続の空挺部隊が予定通り数百名輸送機で到着していれば、ウクライナ軍の軽装甲部隊相手でももっと長く抵抗できたのでしょうし、軽装甲車両が空輸され、24時間後には国境を越えた機甲部隊がこの空港に到着していたので、そうなっていれば確かにキーウはかなり厳しい状況に陥っていたのは間違いないでしょう。ただロシア軍は航空優勢を十分に確保せずに作戦を実行した時点で、この作戦に成功の目はなかったと思います。最初にヘリボーンで突入した勇敢で精強な空挺部隊員を無駄に死なせて、ロシア軍上層部の無能さには驚くばかりです。この作戦の後、空挺軍の中で複数の命令不服従が発生しており、逮捕者や除隊者が数百人発生しています。それは作戦のずさんさに隊員たちが気づいたからです。作戦を思いついた人は賢かったのかもしれませんが、段取りが全くできていなかったという例です。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。